政府主席を務めた字は、はじめきよし。1908年に、四川陸軍測定学堂に入学する。1909年に卒業し、四川陸軍に加入した。1916年8月、四川第一市、第二旅旅長町となる。1918年10月、四川第二市市長に昇進した。民国8年。 川軍指揮官たちから川軍総司令に衰退された。1920年5月、四川に介入していた、雲南の東津企業に対する熊、国部の軍事行動を知らされた劉将は、北路総司令として、熊に味方し、7月には、四川第二軍軍長に昇進した。8月、雲南軍区逐の戦いを開始し、それに成功した後の12月、 中継陳守氏に任命された。1921年2月、北京政府の指示を受ける視線特軍、劉アリアが、川軍指揮官たちから指示を失って下野する。6月に、劉将が、川軍総司令として、民政も管轄することになった。しかし、熊国部との間での、1、2軍の戦が勃発すると、劉将は敗北し、 翌1922年5月にゲイヤした。1923年7月、直令派のご配布の指示を受けた劉将は、四川前後独弁に任命される。そして川軍指揮官の楊森らと連合し、南方政府派の熊、国部を撃破した。しかし1924年5月、5が、楊森を四川特里に任命したことに不満を抱いた劉将は、 弾気随の支援を受けることにする。1925年2月、失勢となっていた弾気随から、劉将は、川後編坊を、ただし弁に任命された。同年7月、四川統一を目論んで、陽森が、他の川軍指揮官総統を開始すると、劉将は、奇襲軍の塩素名へと連合して、これに反撃し、陽森を四川から駆逐した。しかし間もなく劉将は、 円と対立するようになったため、陽森とは僕し、1926年5月に円を四川から駆逐した。これにより、四川省に駐屯していた他省の軍はすべて相当されたことになった。同年8月、劉省はご配布に対抗するため、国民政府への傾斜を強めるようになる。12月、国民政府から国民革命軍、 第21軍軍長に任命された。1927年3月31日には、重慶で大規模な中国共産党弾圧を行っている。これ以後も、劉は、四川省内における自身の権限強化のため、他の川軍指揮官との合唱連行や討伐を繰り返した。その中で、劉省は、四川省政府主席となったおいである。 劉フミてると相当の体制を築くことになる。しかし、両者は、次第に対立を深めていく。ついに両者は、1931年に衝突した。なお、劉章は、紹解席を支持し、劉フミてるは新構成派による傾向があった。劉章は、1932年2月に、章から、視線前後、ただし弁に任命されている。 1933年10月、劉将は劉フ、劉不みてるを、大いに撃破した。これにより、劉将は、四川省における、小政の主導権を確保したのである。これと、ほぼ同時期に、劉将は、四川総秘総司令に任命され、中国共産党の調整を迎撃することになる。ところが、劉将は、参謀として徴用していた。 呪術師の龍獣雲を総秘総司令部前方軍事委員会委員長に任じるなどする。これが原因で、部下である川軍指揮官との間の関係も、こじれてしまう。さらに、皇軍の前に、四川軍は大敗し、龍将自身の地位も危うくなった。このため1934年11月、龍将は、南京の紹介席を訪問して、その指示を取り付ける。 12月には国民政府から四川省政府主席に任命された。北京政府時代の劉章フーズフーイン、チャイナサードエド。しかし、劉章と紹介席との間の関係は、その後悪化する。四川での文老主義的統治を望む劉章と国民政府中央の統制を浸透させようとする省との間で対立が発生したためである。 1937年の日中戦争勃発と、共に、劉将は自ら四川軍を率いて、対日戦の前線に出撃する。そして、第7戦区司令官、第23集団軍総司令等に任じられた。しかし、同年11月頃から劉将は、病気に罹患し、観光の病院に入院している。その一方で、劉は、三島省政府主席、反復と、 密かに連携し、反証活動を目論んだ。1938年1月、劉昌は、観光の病院で49歳で没した。その直前の1月11日、反復が、観光の軍事会議に出席したところを逮捕され、20日に、何王金が、劉昌を訪問して、繁の逮捕を知らせたとされる。劉昌の死因は病死とされるが、 死去の正確な日付については20日節、23日節があり、はっきりとしない。劉暢の死後、国民政府は一級上昇の位を追増した。ありがとうございます。